3、2、1、へいらっしゃい。闇寿司ファイルナンバー203かけそば。概論。かけそばはそばを熱いつゆに入れて食べるものだ。立ち食いそばなんかではこれが一般的じゃなかろうか。特に冬の寒い日に思いっきりすするかけそばは最高だ。3人で1杯どころか1人で3杯は食べたいね。冷たいそばもいいが、やっぱり熱い方がそば食ってるなーって感じは強いと思うんだ。寿司ブレード運用。かけそばというよりそば全体の特徴だが、なんといっても魅力的なのはその持久力。縁起物としてのそばは細く長く生きられるようにという意味が込められるが、こと寿司ブレードにおいてもそれは健在だ。普通の寿司と比べて圧倒的な重量ゆえに機動力と操作性には劣るが、そんなことを気にせずにかけそばはくるくる回る。特に梅雨の分重さに拍車がかかっているかけそばはそれが顕著だろう。それにかけそばは熱い。この熱い梅雨は相手に直接ぶっかけることで結構シャレにならない火傷を負わせることも可能だ。またかけそばはそのカスタマイズ性も魅力だ。とろろそばにすれば相手の寿司にまとわりつかせて妨害できるし、エビ天そばにすればその鋭利な尻尾は武器になる。他にも肉そば、月見そば、狐そばなどその種類は計り知れない。自分だけの最強のかけそばを探そう。しかしかけそばの真髄は試合中ではない。その前にあるのだ。時そばという略語をご存知だろうか。簡単に言えば金をちょろまかして安くそばを食った男とむしろ高くなってしまった男の話である。ことかけそばにおいても同じことができる。どういうこと？と思うかもしれない。要はこのかけそばの力は時刻を聞いた時に相手が答えた時間の数字からカウントを始めてしまうというものだ。書いててもやっぱりよくわからないからエピソードの方で知ってくれ。エピソード。これは当ファイルの制作者であるモウが体験したエピソードである。闇寿司の会合なんじゃもんじゃが一番盛り上がった。が終わって帰ろうとしたところ俺の前に立ちふさがる男が一人。誰だと思ったらうどん使いの亀丸だ。奴は香川出身でうどんをこよなく愛しているのだが、寿司ブレードをゲームと認識しているせいで1日に1時間しか練習できずに実力が伸び悩んでいるところをボコってしまって以降理不尽に恨まれているのだ。見つけたぞ、今日こそ貴様をぶっ倒してやる。悪いが今はだるい。また今度な。逃げるのか貴様いいから勝負しろ。めんどくさい奴だ、だがしょうがない。速攻で終わらせてやる。勝負を了承した俺はかけそば、亀丸はぶっかけうどんを取り出す。ああうまそう、腹減った。準備はできたか？おうよ。行くぞ。待て、今いつでい？え？今は3時だけど。2、1、今何時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 でい？え？今は4時だけど。3、2、1、へいら。待て待て待て。何だよ。4、3、2、1って数えてんじゃん。もしかして疲れてる？なら今日は帰るわ。完璧なお前を倒したいからな。そうしてくれ。書いてて思ったけどこれだるいわ。普通に持久力活かして戦った方が良かったわ。やっぱとりあえず使いたいだけはダメだな。もしこれのいい使い方が思いついたらぜひ連絡してほしい。分析、もう。